ムライスを作ってくれないって言うなら、俺が今日無線した話してやるんだから。本当に2021年初無線。あ、やば、2021年初無線。がっつりパンツぐちゃぐちゃになったわ。思わなかった？みんな、なんでキョウちゃん風呂入ってんのかなって。そういうことだから。無精してパンツぐちゃぐちゃになって体汚くなったから風呂入った。マジできつかったわ。いやマジですごかったよ。気づかんかったね、出すまで。本当にで夢の中でうえってまあことをなし やってるんだけど、がっつりね。確かね、一応だったね。うん、女性のようなものの顔の中に、口の中に自分のチッコ突っ込んでグーってやって、エグーって言ってドックンって、エヴァのあの大当たりした時みたいな、ドックン、うわやったっつって。マジきつかったわ。なんでこんな思いしなきゃいけないんだよって。残酷なって始まったよ、俺の中で。命の行方を言うて、私に帰りなさい言わなかったの。記憶をたどりって。俺もあの毎年、去年とかも多分無精7回ぐらいしてるね。年々やっぱ本当に無精の数がおびただしくなってるね。いや俺極めたいなって思ってんだけどね、無精。いや嫁ともやってるよ、それはもうバッチリや。お前それはもうすごいんだよ。俺の正常位できないと思ってるでしょ。ドーンってしたらもう衝撃感すごいんだから、一発が。ドスカイドスカイドスカイってなるんだから。インパクトダイヤル使ってるウソップの右腕みたいになるんだよ、お互いの股が。ピンポーンっつって、うさみさんのお宅ですかって、ちょっとご近所さんからなんかものすごい音聞こえてるって言われてるんですけど、あすいませんちょっとセックスしてましたっつって、まあまあそのいろいろありますけど気をつけてくださいねっつって言われちゃうよ。親と見てます、やめてください。親と見ないでください、お願いします。まあ親と見る配信ではないわな、俺の配信は。